関織子です。おっこって呼んでください。おばあちゃんの営む旅館には、うわ誰お前、俺が見えんのか。若おかみ修行をすることになったおっこの感動の物語。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。若おかみは小学生。